どうも、ソータです。せーの、フラッフィーです。はい、イエーイ、イエーイ、初の上村ソータチャンネルコラボでございます。イエーイ。私たちでいいんです。いや、だって美女やで、美女に囲まれてんね俺、やばない？なんかさ、YouTube でさ、あのこの人とコラボしたいって言ってたからね。フラッフィーってね、そう、言ってくれてて、あの結構拝見させていただいてます。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。1年半ぶりやん。1年半ぶりやん、そうだとレイナ。ちょっと緊張するんですよ、ね、もうなんかね、気まずい気まずい気まずいんですよ。カノも去年ぶり、去年ぶりなんで緊張する、うん、ってことで今回の企画は、はい、うわー、おお、これあのプレート、そうなんですよ。めっちゃ可愛いんだけど、親からいただきました。開封、まだ使ったことないんだね。ない、新品です。このプレートを使ってやる企画はですね、はい、最近 TikTok で話題のペッパーランチライスを作りたいと思います。イエーイ、イエーイ、楽しみ、イエーイイエーイ。ママ優しいね、送ってくれたの。送ってくれた、やば。今日企画のために送ってくれた。ガチ、そうガチか、ガチ、めっちゃ気合い入ってんじゃん。え、ママ買ってくれたってこと？買ってくれた、買ってくれた、そうだね、新品だもん。そうそうそう、ママ優しい、ママ優しい。こんなのもあります。いや、ママメロメロやで今。ツン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 、たこ焼きも合わせってこと。これそう、かわいい。そうそう、あ、これ痛くない、え、プラスチックやからね。痛かったね、痛かったね。材料、材料並べよう。そうやな、材料は、材料は、あーあーだ、やばいやばいって。はい、これが材料になります。はい、はい、肉、見てこれ、黒毛和牛、やー、やば、高かった。にゃーん、はい、はい、ってことで、はい、早速ペッパーランチライスを作っていきたいんですけど、うん、食べたことありますか？ない。ないですか？うん、ないです、僕も。え、めっちゃ美味しいって有名でしょ。そう、誰が率先して作ってくれるんですか？ソータです。ソータです。頑張ります、頑張ります。それではね、早速作っていきますか。はい、じゃあまずはお肉を焼いていって、油を出して、うん、やっていきたいと思います。はい、なんでだっけ、私たちは油を忘れてしまったんで。肉でね、吸収しよう。こんなお肉嬉しい、いいんですか？いいよ、お湯はない。そうだ、ついちゃってマジでごめん、ありがとう。え、メットって何？メットって何？レイラ、メット、メット、あ、強め、うん、そうか、ハーフのってやるのな。そう、だから英語じゃなくてロシア語喋れる、英語関係ないもん。でもすごくない？すごい。たまにね、なんかカタカナの言葉とか喋るとき発音すごくなる。あ、そうなんや。それわざと？あ、わざと？え、あ、焼けてきてる。マジか、待って、やばい。これも、ね、パンパンやね。パンパンやね。2回戦やる？2回戦やね。2回戦やろう。いいね、いいね。2回戦やろう。まずはこれ。塩胡椒で肉を炒める。オッケー。オッケー。炒める。お、焼けてる。待って、これ遅くしようぜ、遅く。そうやな。え、いや、最高。最高。やば。エキサイティング。エキサイティング。エキサイティング。ワク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 。興奮するってこと？ワク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 。よし。ワクワクするエキサイティングだよ。いや、今日幸せやわ、ちょっと。年上。そう。年上だし。年上をね、感じたと思って。多分、分かるでしょ、俺が緊張してるの。え、緊張してるの？してます。でも京介の時さ、あんまりさ、年下感なかった。あ、マジで、うん、今でも別に年下感ないけど、うん、ないよね、ないんじゃないかって、うん、ガチっすか、ありがとうございます。開けるわ、開けるわ。よし、じゃあご飯もう適当にバンバンやっちゃうか。え、待って待って、何個入れる？え、でもこれだから2個でいいんじゃない？2個。おお、やばい、うわー、やばい。え、そしたら、まずはニンニクチューブ。え、これ使っちゃダメ、これ使っちゃダメなの？うん、どれを？そうそうそう、それそれ。はい、どうぞ。いいよ、いいよ、全然。ニンニクチューブどれぐらい？これぐらい？大丈夫。バター、じゃあ2個入れるか。はい、してコーンも半分入れるね。オッケー、もう1回戦あるの。いくよ。え、わー、キュー。あ、大丈夫。え、あ、俺、え、あ、そういうこと。ティッシュ、ティッシュ。コーン投入します。そうだ、ここに、ここ、ここ、ここ、そうだ、ここ。オッケー。いや、めっちゃ美味しそう。いやー、やばい、興奮してきた。なんか色が、あ、これ、これつけなきゃでしょ。そうや、いきま
ご飯の色変わって何が面白い。ありがとう、動画的には面白い。言ってよ、それを見てないで。いや、おもろいわ、これ。天然コンビやな。天然コンビ。天然コンビ。うわ、激すぎ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 。それはやばい。めっちゃめちゃになっちゃう。じゃあ、ネギ入れます。これってさ、飲み終わった人がいいかな。じゃあ、缶も向けてください。マジで最高、ありがとう。美味しそうです。美味しそうですね。できました。やばい、絶対うまいって、これやばい、美味しそう。はいはいはい、やばいって、これはマジでやばいっすね。やばいっすね。やばいっすね。いい匂いしてきた。絶対うまいって、これマジでうまない。絶対うまいって、これやばいって、マジで。うん、もうちょっとかけよう。あ、かけようじゃない。おこげ、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 この調子、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 この調子。あ、カンニング、カンニング、あかんで、それはマジで、マジであかんで。あ、やばいって、やばいって、めっちゃいい匂いする。チーズ入れる、チーズ入れる、チーズ入れよ、チーズ入れよ。まんべんなく、まんべんなく、まんべんなく、まんべんなく。うわー、もっとがっつりでいいんだよ。贅沢、贅沢。入れすぎやね。入れすぎ、入れすぎ。いや、それぐらいでいいわ。うん、あんたチーズしか見えないよ、もう。いいね。かけすぎや、かけすぎや。え、待って、食べ頃、食べ頃、食べ頃、食べよう、食べよう、食べよう。待って待って、みんなで一緒にをいただきます、ね、そうやな。せーの、いった。絶対今の外でいいですか。いや、ガチやってた。せーの、いただきます。せーの、熱いよ、なるか。猫自体の俺。美味しい、うん、楽しいしね。おこげすごくなってきてるかも。いいじゃん。うまっ。すごく熱い。うまい。一人暮らし何作るんですか、ソータ。ね。鍋。気になる。鍋。カノと一緒じゃん。何鍋、何鍋。豆乳。タンタン。鍋ってマジコスパ良くね。それ。安くつくし。ね、ヘルシーだしね。うん、そう。最高。ソータダイエットとか気にしてるわけ？全然気にしてない。でも、メカカベルとこうやってるでしょ。やってる。バスケ、バスケ、違う、腕の話。筋トレ、そう、筋トレ、筋トレしてます。イメージめっちゃある。ある筋トレのイメージ。え、家でやってんの筋トレ？ほう。ジムとか通わない？いや、通いたいんだけどな。え、ソータってスポーツできんの？まあ、ちょっとちょっとはできる。バスケとか。うん、うん、でも、バスケ部だった。マジで、うん、本当に。え、知らなかった。ミニバスだっけ？うん、うん、嘘、バレー部じゃないの？うん、バスケ部だよ。え、結構ガチガチガチの？あの、中1の時。あ、そう。6ヶ月だね。6ヶ月あっつ。高校で、軽音入った。へぇ、かわいい、軽音。ドラム、ドラム。え、やってそう、ね、やってそう。なんかさ、バスケってさ、めっちゃさ、かっこいいく見えるじゃん、うん、だから、あんまり顔がかっこよくない方でもさ、バスケやってたらさ、うん、10倍ぐらいかっこよく見える。うん、うん、それぐらいバスケやってる人って。それはサッカーの方でしょ。いや、本当にサッカー、サッカー部大好き。サッカー部ってなんかちょっと悪い部とか多くない？え、多い。チャラいってこと？でもサッカー部って聞いただけでテンション上がらない。マジで？え、バスケで上がる？バスケ、バスケよな、うん、バスケ女子受け一番いいと思う。え、だって何がかっこいい？サッカーバスケやろ、絶対、うん、え、うん、サッカーはチャラいね。めっちゃチャラい、うん、かっこいいんだよね。かっこいい。え、まあこら辺だよね、バスケがサッカーが。え、みんなはどっちが好きですか？ラグビー部は一番好き。うん、カノも好きだよ。えら、ガタリーもね。ずっと好きだった先輩がラグビー部だったの。マジで、うん、いつも好きになる先輩がラグビー部だったの、うん、あ、でもごついから守ってくれそうやもんな、うん、なるほどね。え、女子はさ、結構バレー部人気じゃない？女の子、うん、子供がいいみたいな、うん、
でもバレー部の女子が一番モテてたかも、学校では。ダンス部だわ。え、ダンス部あってたんだ。うん。うん、キムタのチャンネルよね、これ。ごめん、ごめん、ごめん。もう食べてたよね、必死に。そう、めっちゃ美味しくてさ。うまい。どういう仕草に燃える女の子で。俺は下唇噛むとき、噛むとき。待って待って待って。え、すごいマニアックすぎてびっくりしてんだけど。え、待って、例えばじゃあ再現値として。うん。すいません。なんかすいません。いや、キモかった。ありがとう。ごめんごめん。え、逆に何？男子が。なんかあれ、あ、なんかなんかだ、だって首こえて。俺首乗るんじゃない。よしとかやってみて。ちょっと違った。あ、ちゃうかった、ちゃうかった、マジで。ブキブキ鳴らしてエゴイなんかポイポイみたいな、アリーナみたいな。いいよいいよいいよ、いいよ。それできんだ。何部ですか。やばいやばい。カノは、カノはこうやってあ、バスケしました。バスケ、バスケ、バスケね。そしたらこうやって T シャツで、あ、これこれこれね。あ、お腹お腹。あ、はい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 、はい、かっこいいかっこいい。あ、かっこいいな。燃え燃え燃え。それかっこいい。あと男の涙とかいいんじゃん。わあ、でもキモいな。やだー。そうだった。あの悔し涙。バスケで負けて悔し涙。あ、スポーツとかでね、流す涙はね、マジでいいね。やっぱね、スポーツやってる人はかっこいい。うん、わかる。かっこいい。何かに頑張、夢中になって頑張ってる人っていいよね。かっこいい。あ。ソータがお脱ぎいたしました。脱ぎますね。暑いじゃん。暑いね。お脱ぎ。脱ぎます。今日のファッションは？今日のファッション。ちょっと待って。でもソータなんかファッション変わったよね。汗やばいんだけど。カノモで膝が回ってやばい。暑いから。オッケー。今日のファッションは？今日のファッション。レザーのセットアップ。うん。で、今っぽい。なんか柄っぽい。今っぽい柄 T、柄 T というか。うん。レロン今日柄のツアーでシャツ着ようと思ってさ、迷ったんだよね。なんかいいね。服のセンス変わった？何？服のサイズ？何？センス、センス。服の、あ、センス、センス。あー、でも変わったかもしれない。変わったよね。だって前なんかもうちょっとなんか、どちらかといえば可愛い系だった。だってオーバーオールだったじゃん。私服が。ゆったり系やった。ゆったり系やったけど、ちょっときれいめに手をつけた。いいよ、いいよ。いい？え、レラはそっちの方が好き。前も良かったけど、え？今日のファッションいい？いい、いい。マジで？今日あった瞬間に、おーと思った。やったぜ！少年か少年か、俺少年やからな。かわいいね、純粋純粋、うん、本当だよ、純粋、俺純粋なの。すごく聞きたいわ。でもキョドキョドしてる、うん、え、カノは聞いてほしい。カノはでもふわふわしてるように見える。ふやふや、誰誰誰、どっちがどっちが。そうだよ、そうだね。ふわふわしてるように見えるけど、実は結構負けず嫌いだよね。そうやね、負けず嫌いね。ここまで頑張ってるじゃん、やっぱり YouTube とかでもさ、まあ、いろんなお仕事とかでも、まあ、インスタさんフォローしてるからさ、活動ぐらい知ってるじゃん。そうだね。やっぱここまで頑張ってるってことは負けず嫌いってことで、この業界負けず嫌いじゃないとどんどん潰れてくよ。あ、そうやね、めっちゃいいこと言って。負けず嫌いじゃない、そうじゃないとね、這い上がっていけないよね。うん、俺思い通りにならないのが嫌やね、自分の思い通りにならない。あ、そうだ、意外とちょっと、意外となんていうの、あのわがままって言ってあれだけど、そういうところあるんだ。そう、でもいいよね、いいよ、ないとダメだ。でも意思がないと思ってたけど、え、レロンどっちでもいいよみたいな人が思ってた。あー、いやでもね、もうはっきりする、そこは。へー、意外だね。ギャップ、ギャップ、それギャップ、ギャップ、よし。なんか意外と、ま、流されやすい人かと思ってた。ソータってさ、目に光があるよね。あるある、わかる。なんか星が入ってるよ。わかる、わかる、よーって言う時、マジでめっちゃ流れてるけど、多分ね、心が綺麗なの。うん、心が綺麗なの。え、言っちゃ悪いけど、あんた結構性格いいと思う。え、あんた結構めちゃくちゃ性格いいと思う。うん。よし。え、そうだったさ。どこの、あの、結構うちら付近の人、本当にいい人だよね。マジでいい人。ガチで。もうこれそうたのチャンネルだからさ。めっちゃ褒めるけど。めっちゃ褒めるけど。そうたに対して悪いイメージが一つもない。ガチで一個もない。ありがとう。ね、温めた。やばい、大丈夫。え？ありがとう。あ、嘘、嘘だよ、嘘だよ、嘘やね、嬉しいわ、ありがとう、マジで割と嬉しい。頑張ってこう、みんなでね、頑張ろうぜ、マジで。え、何を、え、毎日何が一番楽しい？毎日？ご飯食べながら YouTube 見るの。わかる？一緒。やばない？めっちゃ楽しい。食事が一番幸せ。そう、彼女にとって。レイラは？逆にレイラは何？お風呂か。
うん、あ、マロなんや。でもなんか寝る前に必ず友達と電話してるのさ。あ、ね、うん、だよね、いつもなんか電話してるもんね。なんかマブがいるんだけど、うん、なんかそれが一番楽しいかもしれない。日々の日常を全然彼氏とかじゃなくてまた別にマブがいるんやけど、なんか本当にあの面白い、うんうん、その時間がなんか一番楽しいかもしれない。風呂いいよね。ええ全然違う。風呂じゃなくて電話。あ、電話。あ、ごめん、マジマジマジ、あ、ごめん、ほんまやばい。え、でもマブと一緒に風呂入ってるみたいになる。あ、ごめん、マジごめん、マジごめん、マジごめん。大丈夫ですか？好きな俳優さん誰？久保田正孝さん。うん、かっこいいよな、うん、スタイルもいいし、うん、え、でもちょっとだけソタに似てないか。なんかここら辺主に言われない。なんか髪型は似てるって言われる、うん、でもさ、自分が憧れの人ってさ、ちょっと自分に雰囲気似てる人を選ばないみたいな、うんうん、その憧れの人を真似していくのが大切だと思う。わ、うんうんうん、かる、ね、だってレイラだってあれに似てるもんね。あの人に誰が好きなんだ。ローランさん。あ、でもそっち系じゃない。水原系。そっち系じゃん。そっち系似てる似てる。そっち系、そっち系とは顔の系と一緒。一緒、マジで一緒。水原希子ちゃんっぽい。本当に。うん、でも、ブラックペンコ大好き。誰美味しい？ロゼ。うん、なんか、みんな好きだったんだけど、なんか、声だけで選べばロゼちゃんが一番好きかもしれない。わかる。なんかブラックピンクってさ、メンバー一人一人みんなおしゃれじゃん。みんな個性あって、それぞれみんないいよね、うん、そ、なんかみんなさ、ディオール担当とかさ、うん、なんかシャネル担当とかいるやん、じゃメンバーそれぞれ。それってすごくない？うん、すごいよね。それ羨ましい。見てみるわ。見てみて。うん、ブラックピンク。ブラックピンク。ブラックピンク。ごめんなさい。何て言った今。ブラックピンク。ごめん。ブラックピンク？何聞くの曲？俺嵐。嵐大好きだよね。嵐大好き。嵐見たら元気出る。誰が好きなの？本当に最近は松潤が来てる。わかる。松潤めっちゃさ、前までは？前までニノ。ニノさ、結婚してからますますかっこよくなった。そう、本当にかっこよくなった。やっぱ恋人がさ、うん、おったら可愛くかっこよくなるくない、うん、え、それそれそれ、自分磨きされるもんね。そうだから最近かっこいいな、可愛いなと思う人、恋人できてますよ。うわ、でもいいことだよね、うん、そうだと思う。自分磨きできんなら美味しかった。恋愛したいって、恋愛してないの？してないの？してない。したくないの？でも1年、2年ぐらいしてない。そうしたいの、したいの、したい。でもしたいと言ってると言ってるよね、うん、言ってるは言ってるけど出会いがない。でもさ、なんか見つけに行ったりとかさ、なんか探しに行っちゃうとちょっとさ、いい人に出会えない。どうやってやるの？どうだろうね。どういう人がいいの？どういう人？お姉さん。あ、お姉さんが好きで。うちらお姉さんがいますか？あの、すごいいい子だな。いい子だな。顔はさ、どんな顔さ？顔は清楚。清楚で。じゃあ清楚か。待って、俺なんか言ってることめちゃめちゃやん。なんかこだわりあるの？でも顔とか。こだわり？まあ、年上で、うん、顔が、まあ、可愛い系の。可愛い系ね。ゆるっとした顔。そう、カノっぽくない？そんな感じ、そんな感じ。うん、あの芸能人のモデルさんとかだったら。橋本環奈さん。やば、王道やん。王道やん。王道すぎた。いや、もうやっぱ可愛いよね。今田美桜ちゃんとか。あ、もう可愛いだ。綺麗系はない。でも、そう、そう、今田美桜ちゃん可愛いじゃない。もうなんか目がさ、まんまででさ、前髪上げてるよね。オールマイティ。確かに。オールマイティ、ね、オールマイティよね。はい、ということで今回はね、ペッパーランチライスをね、この3人で作りました。ありがとうございます。ありがとうございます。初のね、コラボで、あの初のコラボがね、年上お姉さんという最高の初コラボということでしたが、いかがでしたか今回は。いや、でも深い話いっぱいできたし、なんか再確認できた絆を、ね、そうだね。なんかそうだのことが心配になった、うん、うん、まあ、いつでも言って。ありがとう。助けるから、うん、もう友達やもんな俺ら、うん、ね、マブね。イエーイ。マブって何？マブたち。マブたちって何？友達の中でもすごくマブい。マブい。結構仲いいってこと、うん、あ、そうなんや。親友みたいな。親友ね、うん、あ、親友や、俺ら。イエーイ。
何でも助けてもらおう。そうやな。いや、相談乗ってな。乗るよ乗るよ。レイラの相談も乗ってね。オッケー。俺の、まあそうやな。うん。ありがとう。はい。じゃあ、また、あ、概要欄の方に、概要欄の方に、ラービーの動画、貼っときます。チャンネル貼っておきます。はい。ので、ぜひチェックしてみてください。はい。はい。ってことで、この動画がいいと思った人は、グッドボタン。チャンネル登録、コメントお待ちしてます。お待ちしてます。それではまたねー。バイバーイ。バイバーイ。